こんにちは。はい、本日は、心に響く素晴らしい音楽が広がる世界、第26回、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日は、司会を務めさせていただきますカナと言います。よろしくお願いします。もうたくさん即興で素晴らしい演奏を聴いていただきます川瀬博さんです。トップバッターは、ピアノ即興詩人川瀬博士演奏でモントレゾール私の宝物、その場で作曲3曲のご予定で、リクエスト即興演奏も、OK です。はい、ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。カナさんに、ご紹介いただきました。では最初の曲、曲ですね。私のオリジナルになります。本日お受け付けのところにCD も置いてあるんですけれども、その中の記録です。モントレゾール星の宝物をお聴きください。
とうございました。2、3分ありましたっけ、なんか時間もではリクエスト何かありますか。受付に書いていただいたのがありますか、ね、特に誰かな。受付書きました。はあ、それちょっと誰か伝えてほしいんですけど、わかんないかな、すみません。あとテーマもいいですか。はい、テーマも。テーマさっきおっしゃった。あ、テーマってか、その意味は作曲してるときにどんなテーマで作曲してほしいって言っていただけると思ったんですけど、何かありましたか。今ちょっと聞いてたら、なんか沖縄のイメージみたいな音楽になったんです。本当ですか。鶴見が沖縄と結構ありますよね。この前の朝の連続テレビ小説もね、そうそうそう、ありましたね。まあ、そんなところとか旅行とか、まあ、はい、もしかして、何でしたっけ。あ、エデンの東。はい、じゃあエデンの東でよろしいですか。司会の唐さんお願いします。